横島工務店施工管理部門建設部藤原と申します。普段は現場監督として新築現場の各お宅を巡回させていただいております。現場監督は基礎屋さん、大工さん、その他職人さんの工程管理、現場管理をしている仕事となります。上等作業はおうちづくりの中でも一番のメインイベントだと思います。プレカットした柱と梁を順番に組み上げていく作業になります。一番危険が伴う作業ですので、安全第一で作業しております。上等作業に関わらずですけど、大工さん、職人さんが作業しやすいような空間を作るのも現場監督の仕事かなと思いますので、そのあたりは意識して作業しております。上等日は大工さんの他に飛びさんという建て方の専門の業者さんが来ます。その際に大工さんが2名ほどで、飛びさんが3名ほどで、半日ほどで上等作業の方が完了する流れになります。上等が完了しますと、まず屋根の断熱材の工事に入ります。屋根の断熱材の工事が終わった後に、もう一度屋根ののじ板を敷いて、大工さんの屋根工事が完了となります。その後に屋根業者さんの方がルーフィングといった防水紙を施工するような形となります。屋根工事が完了した後は大工さんの方で壁の断熱材を施工したりして、その後にサイディング屋さんが入るというような流れになります。上等作業は一番コミュニケーションが必要かなと思います。これ柱の位置だったり、梁の組み方であったり、いろいろとありますので、コミュニケーションを円滑にとって進めていっております。大工さん、飛びさんだったり、材料を持っていても、すごく軽そうに見えるんですけども、実際に私とかが材料を持ってみるとすごく重かったりしますので、やっぱり大工さん、飛びさん、持ち方一つであれだけ変わってくるので、そこは本当に職人さんたちの技を感じます。工事はまだ続いていきますけれども、上等日に関してはこの1日だけとなります。来ていただければ必ず感動していただけるかなと思いますので、ぜひこの瞬間を現場の方で立ち会っていただければなと思います。